本日のゲストは橘直樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。プリンス、今日ロケですよ。ねえ、久しぶりですね。ねえ、ロケでね、久しぶりで、しかもここ食事も出てるじゃないですか。ここはですね、山屋さんっていうお店なんですけど、橘直樹選手のスポンサーですね。はい、はい、所属先になります。なのでちょっと今日は山屋さんとご協力をさせていただいてですね、ちょまずあの料理が出していただいたんで、いただきましょうか。そうですね、はい、プリンスもぜひ。はい、はい、いや僕山屋さん個人的にもう以前から大好きで、福岡は8年ぐらい通わせてもらってたんですけど。なんで通ってたんですか。どう出張で。あ、出張で。そんな仕事あるの。から出張です。から出張です。橘選手はちなみに好きな食べ物ってあるんですか。明太子と言いたいとこなんですか。お寿司。ここでね、もつ鍋とか、山屋さんもつ鍋とかがすごい有名なんですよね。そうですよ、ね。まあ、今ちょっとそのコロナとかの影響で、こういう、はい、あの一人用の食事が結構ベースになっていると思うんですけど、もともとは鍋で、はい、まあ、そういうことを気にせず、もつ鍋とか言わずに、僕、明太子からいきますから。うん、あ、なんかね、うん、ちょうどいい、明太子。あの、しょっぱすぎないっていうか。はい、うん、福岡の明太子で一番うまいくなったんです、僕は。明太子いただきます。どうですか。これですね。ご飯にめっちゃ合うんだ。マジ。谷間くんは今、うん、実家暮らし。はい、だから実家です。あんま料理はしないんですか。でもこの自粛期間の時には結構やってたりしましたけど、もう、はい、今はもう完全にお母さんにパスしちゃった。お母さんの手料理は何が好きですか。やっぱ一番好きたらハンバーグ。でもそのハンバーグ師匠。そうそうそう。うちの普通に焼くんじゃなくて、うん、煮込みハンバーグみたいな感じになって。やっぱね、こう愛情も煮込んでますから。うん、おで僕ね、その田島くんと出会ったのは2016年でしょ。そうですね、僕が16の時あったんで、2016です。そうですよね。全仏オープンのジュニアのワイルドカードの予選が日本だったんですよね。はい、NTC で。そうですね、第1回大会が日本の。田島君が当時、あれ清水優太君ですよね、決勝。決勝優太君がやりました。そうですね、はい、それで勝って優勝して、本戦ワイルドカードを獲得するための試合って感じです。ああ、そうですよね。はい、田島君はあのフランスのパリに行ったんですよ。はい、僕もそれになんとついていっちゃいました。へえ、はい、僕だけではなくて周りはそのミライモンスターっていう番組の方々と、はい、密着されてて、あとひまりちゃんとか、はい、清水彩乃ちゃんもう、はい、一緒です、ね、そうですね。でその後田島君とは全米オープンとかの ジュニアとはずっと活躍されてたんで。そうですね、はい、もう僕はずっとコートサイドでですね、写真撮ったりですね、田島君にお話聞いたりとか、はい、まあ、今世界的にちょっと、はい、あのコロスケがコロナの影響でいろいろ戦えないとかあったと思うんですけど、最近はどういうふうにこう練習とか過ごし方をしたの。今年でランキング上げてグランドスラム予選に近づきたいなって思ってたんで、うん、まあ、ちょっと、まあ、ショックっていうか、うん、まあ、リズムが狂ったじゃないですけど、うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけど、うん、まあ、でもその分そのこうやってゆっくり時間が取れて、うん、その課題だった部分を一から克服してて、そのさらにレベルアップはできたと思って、この期間の間に、うん、それはそれですごいいい時間だったかなと思います。じゃあ今練習はこうどういう選手とどのようにどこでやっているの。そうですね、ここ最近はその NTC ナショナルトレーニングセンターを使わせてもらってて、うん、まあ、そこで日本人のもうトップ選手も西岡選手だったり、うん、ダニエル選手だったり、内山選手だったり、うん、あのいろんな方と練習させていただいてます。ですね、もう先輩方には可愛がって。最近田島君のその、まあ、自粛期間とか SNS とかで拝見してると、ラケットが新しいメーカーのラケットを使用してて、あれどうなってるんですか。今はヨネックスさんも。今はそうですね、はい、今年の4月から契約させてもらってて。どういう経緯でその契約に至ったんですか。まあ、一回その用具から全て見直そうっていうあれで、いろんなメーカーさんを使わせてもらった中で、ヨネックスさんが
まあ、今現時点では自分にやってるかなという、あれで、はい、契約させていただきました。初めて見た時は赤の振り子を扱って、はい、今は E 色に変えたんですか。はい、最初1月は振り子を扱ってたんですけど、この自粛期間で試合がなかったんで、まあ、すぐテストして、まあ、その打ち比べた時に、まあ、E ゾーンの方がちょっとボールの飛びが良かったっていう点で、ラケットを変えさせて変えました。あとはこのウェアのアンダーアーマーの、はい、実際前はまた別のブランドだったんですけど、はい、どういう形でアンダーアーマーやってるんですか。そうですね、アンダーアーマーさんはもう、まあ、知り合いの方がいて、まあ、とりあえず紹介だけしてもらって、もうそこから自分でこう売りに自分を自己アピールしに行って、会社の方に行って、契約までっていう形になりました。実際の山谷さんは いかがですか。山谷さんも同じで、もう自分でアピールしに行って、日本に社長とか専務とかいろいろいる中で、もうすごい緊張してたんですけど、はい、でも、まあ、そのだってやっぱりその会社からしたら、ただ一選手なんで、もうどんどん自分で売りに行かないと。ジュニア時代とやっぱここが違うなとか、ここは厳しいなっていうのは、どういうところで感じたりしましたか。そうですね、やっぱりジュニア選手とプロの選手、一番大きい違いは、やっぱり賞金がかかってるので、やっぱり決してそんな最後まで諦めてくれるじゃないですけど、そういう選手が少ないと思うんです。そうやって、やっぱりプロの選手はもう最後のマッチポイントまで、もうそれで賞金がもう、とかポイントとか関わってくるので、そうですよね。そこが一番最初違うんだって感じました。田島くん、まあ、今こういう状況の中で日本ですけど、本来だと、フランスとかにも行ってた時あったじゃないですか。そうですね、去年の4月からそのフランスのムラトルアカデミーというところを拠点にして、そのツアーを回ってました。でそこではなんかどういう学びというか、そうですね、やっぱり、まあ、最初の方はクレーコートでやってたんですけど、やっぱりそのヨーロッパ選手のクレーコートのなんか戦い方っていうのが、そのまあ強さをリアルに体験できて、その、まあ、ジュニアの頃もクレーでもちろん全仏とかそういう場面でいろいろやってたんですけど、やっぱりその大人になってあのパワープラスクレーコートっていうので、最初は本当、クレーコートの大会で、7大会連続1回戦負けして。ああそうでしたっけ。はい、プロの大会で。だからそこでそのこんだけ違うんだなって思えたのはすごい大きかったかなと思います。今トップで活躍されてる選手とも、まあ、練習とかやってる人なんですけど、はい、ムラトグルアカデミーではチチパス選手、アクリックス選手、同い年なんですけど、オジェ・アリアシムの、はい、で1回だけジョコビッチ選手と練習させてもらいました。田島君がジョコビッチとやってましたよね。はい、あれ室内でハードボールでしたか。あの時そうですね、あの時は、はいはい、どうでしたもうその以前ジュニアの時に錦織選手と何度か練習させてもらったんですけど、その時もすごいうわって思ったんですけど、さらにうわって思いました。何がうわなんですか。なんかその向こうはもう軽くって本当に 2,3 割のつもりだと思うんですけど、うん、僕からしたらもう 150% ぐらいの球で、マジで、要はもうキュンにくる、もうついてからの伸びってのがすんごく早く感じて、じゃあ彼ら試合中 7,8 割で打ってるやつは相当テレビ見る以上の威力。そうですね、なんかもう結構試合ってみんなちょっとテンポ落として、うん、なんか軽く打ってるように見えるんですけど、うん、無理です勝ってるよ当の本人たちはそれどころじゃないか。あうーん、なるほどね。でジョコビッチ選手は何点かそのポイント練習みたいなのをさせてもらったんですけど、もうほとんど点取れなくて、世界一なんだなって思いました。人格的にオーラとかどうでしょう。その終わった後に10分ぐらいこう練習終わったと話して、うん、
いろいろアドバイスしてくれて。マジ？もうしかも結構親身になってどうどうどうみたいな感じで、で僕もあの時の試合どういう感じでやってたのとか、なんかそういうたわもない話をして、もうすんごいもう性格良くて、もうそこからファンになりました。その時具体的に何の試合の話をしたんですか？上海のマスターズで、チチパス選手に負けてたのよ。あー、去年ですかね。去年の、はいはいはい、で、その後の練習だったんですよ。はいはいはい、なんで、はい、もうその時の、その、なんですか、どういう感情でやったのか、別に負けて、その、なんか、次どうやって切り替えたのかとか、なんかそういう、まあ、それこそさっき言ったメンタル面じゃないですけど、そういう話をさせてもらいました。すごい。で、それで親身にアドバイスも、そうですね、いただいて、はい、すごいですね。やっぱ世界一を取ってる人は違いますね。やっぱそうですね。やっぱりこうちょっと余裕がありました。もうしかもそのいい余裕ですよね。で、その後も練習終わって出たら、そこのアカデミーの子供たちが何十人、下手したら何百人ぐらい集まってたんですけど、もう一人一人写真撮ってサインして、そういう部分も真似できたらじゃないですけど、学ばないといけないなって思いました。友達はそういうのもらったら憧れになりますもんね。そうですね。ラケットバッグの中、はいはい、見ていただこうと思います。出していただきたい。あ、でもなんかすっげー打ちやすそう。重さでも上がちょっと重いですか？市販のやつと全くバランス一緒じゃなくて、全く色違い。おー、かっこいい。まあ、ストリングスが入ったり、まあ、これがもう毎回の試合のルーティンですね。なるほど。食べてパワーアップして試合に集中するってのが。なるほど、はい、そんな選手見たことない。